えこんばんはん、ダニエルです。ちょっとですね、緊急でですね、動画を回しています。えっ、ー、とですね、今朝ですね、かなりやばいことがあったので、ちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。何かっていうとですね、あの、版対策用に切り抜きチャンネルっていうのをですね、新規で作ってたんですね。これ、視聴者さんの方から、あのぜひ協力したいっていうことであの、一緒にやろうっていうところで、まあ、5日前ぐらいにアップしたやつなんですよね。で、これ、あの、版対策用でもう削除動画とかを、まあ、切り抜いてですね、あの、まあ、残していこうみたいな。 そういうチャンネルなんですけども、これ何が起きたかっていうと、今朝一発削除になったんですよね。一発削除ですよ。これやばいなと思いました。あの、ダニエル社長の切り抜き部屋様っていう感じで YouTube から連絡が来たんですけども、お客様のチャンネルを YouTube から完全に削除いたしました。今後他の YouTube チャンネルをアクセスしたり、チャンネルを所有、作成したりすることはできませんと。これ何がやばいかっていうと、これ削除になると、他のですよ。 ダニエル社長シリーズとかの YouTube チャンネルにアクセスをすることも所有することもチャンネルを新規に作成することもできなくなるんですよ。なんでマジで焦ってて、え、これもう完全に YouTube から追い出されるじゃんってなってマジで焦ったんですよね。で 警告なしのもう削除って異例なんですよ。普通ならですね、3回、3回動画が削除になったら永久削除っていうペナルティがあるんですね。このチャンネルもペナルティを食らってるんですけども、あと一歩手前っていうところでなんとかとどまってるんですけども、あの新規に作ったチャンネルで警告なしで一発削除っていうのはめっちゃ異例なことでした。で、あの何したかっていうともうちょっとやばかったんで、いろいろですね、あの まあ結論から言うとですね、異議申し立てっていうのができるんですよ。これ、これ、こういう理由で、えー、チャンネル復活してくださいと。ちょっと異議申し立ての内容に関しては、これはですね、かなり極秘なので、あの公開はできないんですけどかなり渾身の、これ一体、 もう絶対に復活せざるを得ないだろうなっていう内容でですね、めちゃめちゃ文章ババババって書いてですね、一つ一つ可能性を潰して、あの今朝ですね、異議申し立てしたんですけども、夜になって先ほどですね、えー、無事ですね、チャンネルが復活しました。あのマジでビビりましたねあの。これそのまま削除だったら、本当にもう他のチャンネル全部にアクセスできなくて、あのダニエル社長シリーズ以外でもあのチャンネルとかあるんで、いやもうマジで終わったなと思って。 そんなことがですね、今日起きてました。はいあのー、なので、このですね、ダニエル社長の切り抜き部屋っていうのはですね、どういう感じ、どういう削除対策みたいな感じでやってるかっていうと、ちょっと説明すると、あの今、YouTube って、あのー、YouTube のガイドラインとかがあるんですよね。コロナ系のやつとか、なんかこういうワードを一言でも言ったら削除しますっていう YouTube のガイドラインがあるんですよ。で、僕、それかなりですね、綿密に守ってやってるんですよね。 なので、僕自身がアップする動画で削除っていうのは、この1年間半ぐらいなかなかないんですよ。ただ、対談とかは、対談のゲストとかはそこまでコントロールできないので、一言ポロッと言っちゃうと、もう一箇所でも、一言でもあると、動画、例えば20分、30分の動画とかでも、一発削除になっちゃうんですよね。全部。20分、30分。で、それだと結構ですね、の他の動画の部分とかもったいないじゃないですか。なので、ちょっと切り抜きで何をやりたいかっていうと、 これ切り抜きで例えば1本20分ぐらいの動画とかを切り抜いてアップしてると一言やばいやつがあっても他のところですね無事じゃないですか。 上が今までの従来の本チャンネルのアップっていうパターンです。あの、一つ、一つ削除だと、一箇所削除だと全削除っていう感じなんですけど、下、えー、一箇所、切り抜いたところで、一箇所が削除になっても、他の部分は無事っていう感じで、こうすると、あのー、すごく貴重な対談、コストとかもいる、めちゃめちゃかけてる対談とかで、あのー、削除、えー、広告停止とかにならなくて済むので、こういうちょっとですね、あのー、対策をしようかなっていうところで、 あのこのチャンネルを作ってます。なので、この切り抜きチャンネルですね、概要欄に貼っておくので、あのぜひチャンネル登録をしていってください。はい。で、ちょっとですね、最近の動画っていうところで、ちょっとですね、めちゃ攻めた動画っていうのをあの今日撮りました。今、編集に回してるところなんですけども、これ何かっていうと、あの今、厚労省とかもですね、ガイドラインとかを出していますと。 2メートル以上空いたときに外では熱中症もあるのでマスクを外していきましょうとか文科省とかも出してますよね。で、えー、これはですね、結構ですね、もう国を挙げて PR というか発信してるんですけども、いまだにですね、えー、と周り見るとやばくないですかっていう話ですね。僕の家の前の小学校、中学校とかもあの体育祭かなんかの練習してたんですよ。で、まあ今日とかもう30度近く気温が上がるじゃないですか。 なのに、あの100%マスク着用させてるんですよね、教員とかが。こいつらマジで何やってんのみたいな。そんな感じで、えー、まあこれ、富士急ハイランドですね、ツイッターとかでも結構話題になってたんですけども、えー、未就学時の子供に関してはマスクの着用を推奨はしませんっていうのを、えー、国、厚生労働省も出してるんですけども、ただ、それにも関わるんです、富士急アイランドですね、2歳以上、2歳以上になったらマスク気味なんですよね。 マスクの着用を義務化しております。これ、ホームページにも書いてあるんですけども僕ですね、あの、電突で今日、あの、詰めてきました。富士急に電話して。で、それもですね、取ってあります。はい。これ、ツイッターでですね、いろいろ、本当なのかなと思って電話したら、どうやら本当で。 あのー、これ、ツイッターのですねちょっぴり間抜けな妖精さん、えー、マイさんっていうところのツイッターをですね引用で持ってきてるんですけども、左ですね、富士急、この遊園地はアトラクションに乗る時もマスク鼻まで着用させ、絶叫系乗ってる時に撮られる写真、外れた人の顔が写っている写真は販売させませんと、はい、マスクが外れてしまった方が写っている写真は NG で非公開になるっていう、ここまで徹底してるのかよっていう、感染対策のため表示できませんみたいな。 マスクが外れてしまった人の写真は、もう表示させないぐらいの徹底ぶりで、あの、ちょっとでも鼻とかまでずれてると、めちゃめちゃ注意して怒られるそうです。はい。右の方ですね、ドン引きだったこと、クールジャパンという乗り物。えー、まあ、どうやらですね、水がめちゃめちゃ出るような、そういうアトラクションなんですけども、えー、通りがかった際に大きなアナウンスが流れていて、えー、乗車中、マスクを外している方、濡れますが必ずマスクはつけたままにしてくださいと、アナウンスしてますと。 マスク濡れたら窒息の危険ないですかみたいなことを言ってるんですけども、びしょびしょになってでもあの、マスクつけましょうみたいな。これもうあの、プールとか温泉とかでもマスクつけましょうみたいな、そういう精神とですね、あの変わんないですよね。マジ何やってんのっていう話なんですよね。でちなみにですね、これ国のデータを持っていきたいと思います。環境省と消防省が出しているような、えー、データなんですけども、毎年ですね、熱中症の救急搬送ですよ。救急搬送。熱中症になった人じゃなくて、救急で搬送された方の、 数。もう倒れてしまって救急車を呼ぶとか、救急で搬送された方、毎年6万人いるんですよ。やばくないですか、えー、多い年、2018年は9万人以上いました。死亡者に関しては毎年1500人ぐらいいるんですよ。これなのに、今もう真夏になっているのに、まだですね、99.9%ぐらいはマスクしているみたいな。はい。なので、ちょっとですね、さすがにやばい施設とかがちょっと多いんで、僕はですね、あの電話して、突してます。聞いてます。 あのいつまで強制やってるんですか義務化してるんですかみたいな。熱中症の年間死亡者とか知ってますかとか。厚労省とか国の方針とずれてませんみたいな。おかしくないですかみたいな。そういうのをですね、あのかなりいろいろ根掘り葉掘り聞いてます。で、結構ですね、あの担当者ともいろいろですね、口論になったんですけども、ただこれですね、さすがにこれおかしいよねみたいなのをちゃんとですね、取って公開しないと、 これそろそろ日本やばいんじゃないのかなと思ってちょっと動画にしました。はい。なのでですね、えー、今、編集に回してるところなので、ぜひあの楽しみにしておいてください、えー。こちらのチャンネルと、あと、切り抜きチャンネルもですね、あのチャンネル登録していっていただければなと思います。はい。えー、結構ですね、このチャンネルも圧力がですね、ずっとかかってきました。はい。ということで、まあ、ダニエルのオフトークっていうところなんですけども、なんか、 本当にもうですね、大丈夫なのかなっていう感じで、えー、国とかが、厚生労働省もこれ2年前から言ってるんですけども、例えば夏前に屋外で距離取れてて熱中症対策のためにマスク外しましょうねとか言ってるんですよ。2年前から言ってるんですよ。で、最近になって改めて、えー、結構ですね、厚生労働省とか大臣とかそういう人たちが改めてこう、 マスクは、えー、ちょっとですね、見直していきましょうみたいに言ってるんですけども、それでもですね、やっぱ街歩くと、僕も都内、新あの東京なんで都内とか歩くと、それでも屋外のこのクソ暑い中で、本当に99%レベルでみんなマスクつけてるんですよ、それ。お前ら本当大丈夫なのっていう。 本当にこの日本ってもうマジでもう行き着くとこまで行ってんじゃないの最貧国なんじゃないのみたいな。本当にそういう危機感とか覚えるんですよね。もう,ほもう本当にもう言葉にならないっていうか、なんでしょう。本当にこれこそがしゃぶ漬けなんですよね。しゃぶ漬け。マスク、サンドの飯よりマスクが好きみたいな。なので、ちょっとですね、あの、さすがにあの皆さんで声を上げていきましょうっていうところですね。はい。ということで、動画楽しみにしておいてください。今日もありがとうございました。